皆さんこんにちは。ブレイクスルースピーキングの信本です。大きなカンファレンスや会合などに行くと、だいたいお礼から始まるパターンが多いかと思います。例えば、ご来場いただきました皆様ありがとうございます。主催者の A 社様、お礼を申し上げます。協賛者の A 社様、B 社様、C 社様、そして会場を今日ご提供いただきましたのは D 社様です、などなど。これがもし日本で非常に形式を重んじるフォーマルな場であれば適切かもしれませんが、これをグローバルな場でやってしまうと冒頭から飽き飽きされてしまいます。ではどうしたらいいのか。お礼は簡潔に、例えば Thank you, I'm glad to be here、 その程度に収めて、次に効果的なオープニングの方法にすぐに移行します。効果的なオープニングの方法はまた後ほどこの1 minute break with breakthrough でご紹介いたします。今日のブレイクスルー、 Avoid unpleasant pleasantry、 礼儀正しいつもりがその逆の非礼になってしまうことがあります。それではまた次回。